大矢部森寺大矢部森寺10月14日から1945年10月15日は日本の実業家、政治家、貴族院多額の税者議員、福岡県久留米市を金川城で実業家、大矢部次郎の三男として生まれる、両替町に分家した、早稲田大学を修了後、欧米に留学した、1909年以降、筑後水力電気社長、 九州水力電気取締役、筑後電気取締役、昭和電灯取締役、九州電気協会評議員、久留米商工会議所顧問などを務めた。筑後水力電気が九州水力電気に合併した際に、その分配金について紛争が生じたが、他の重役よりも、社員を優先する立場に立って、処理を行った。また、久留米教育士会からの強い要望を受けて、 1928年3月、有馬より安との共同経営で、久留米昭和高等女学校を設立し、翌年4月に開校した。その後、同校は、久留米家政女学校の更新校と合併し、現在は、福岡県立久留米高等学校となっている。1932年9月29日、貴族院多額納税者議員に就任し、 1939年9月29日に再任され、研究会に所属して活動したが在任中に死去した。ありがとうございます。